だから祈祷町上神社があって、ここの後ろに武藤神社があって、こう薬師神社に行ってますね。多分薬師如来様を祀っているのかと思いきや、少な彦の御事を祀っております。ぜひこちらも参拝してみてください。病気のちょっと関係が、ね、気になる方はいいと思います。